衛省は水力偏光ノズルの研究を行っているそうです。その理由は、現在稼働中の戦闘機に将来的には水力偏光ノズルを搭載するという選択肢を残すためということです。戦闘機に従来の空力化地面による機体の姿勢コントロールに加え、水力偏光ノズルも併用することによって、高高度、低速領域や高無改革飛行時での機体の姿勢をコントロールできるようになると見込まれ、高機動性の実現と、尾翼を減らすことによるステルス性の向上が期待されるということです。偏光ノズルについて詳しく深掘りしていきます。他の国々の戦闘機と同じレベル以上の高運動性を確保するため、日本は水力偏光角度全周20度を実現できる水力偏光ノズル XVN31 を試作しました。これは戦闘機用エンジン XF9 に搭載の上、水力偏光能力の検証が可能なのです。このノズル XVN3 は水力偏光用アクチュエータによって水力偏光用リングを傾け、フラップ角度を機械的に変更することで、XF9 エンジンの排気ジェットの方向を変えて水力変更を行う仕組みになっているそうです。XF9 の水力変更の際には、ノズルのフラップにかかる排気ジェットに試験用機材を使って、XF9 が実際に作動した時の荷重をかけた状態にして、XVN3 が変更動作できることを検証しました。具体的な変更動作の確認作業について説明しますね。水力変更用アクチュエータに指令を与え、エンジン搭載時に時計回りに一周動作を行い、指令通りの角度や向きに XVN3 が作動することを確認したということです。今後は XF9 エンジンに XVN3 を乗せて地上での静止状態にして水力を全周20度変更できることを実証する予定になっているそうです。現在、幕張メッセで開催されている MAST アジア2019に、日本が開発した次期戦闘機用エンジン XF9 用の水力変更装置が展示されました。この MAST アジア2019は、武器見本市とも呼ばれているそうですが、基本的な理念としては、海洋及び航空安全保障環境変化の下で、対応地域の安定と防衛技術発展に資することを目的として、防衛装備、技術に関する展示フェア、論文発表を行うとともに、海洋及び航空安全保障に関するシンポジウムということです。MAST アジア2019は、6月17日開幕しました。ヨーロッパ、アメリカなどの国で防衛装備を製造する企業が70社ほどが参加しています。ちなみに、MAST アジアは日本国内で開催される唯一の国際防衛見本市だったのですが、ロンドンで開催されていた総合防衛セキュリティ展示会 DSEI は2019年11月幕張メッセで DSEI ジャパンを開催する予定となっているそうです。 DSEI の正式名称はディフェンス&セキュリティエクイプメントインターナショナルの略で、世界最大級の防衛危機管理見本市ということです。次々と防衛関係の展示会が増えてきますね。どんな意図があるのでしょう。防衛装備庁も MAST アジア2019に参加しています。ここで前述の水力変更装置 XVN3 のモデルを展示し、紹介しているのです。改めて説明するまでもありませんが、水力変更装置とは、エンジンの排気ジェットの向きを変え、水力方向も変更する装置のことです。これを使用すると、補助翼や方向舵に頼ることなく、機体の姿勢制御ができるようになりますから、機体の軌道幅を広げることも可能になるのです。アメリカの F-22 戦闘機は、パドル式の水力変更装置を搭載しています。ロシアのスホイ37やスホイ57などは、ノズル式の水力変更装置を搭載したことで、機動性の向上に結びついたと言われています。防衛装備庁が今回展示した XVN3 はノズル式の水力変更装置で、最大20度の角度で水力変更が可能ということです。推測ですが、
XVN3 は、ピッチ方向にも、両方向にも、ノズルの角度を、最大20度でコントロールできるという意味ではないでしょうか。だとしたら、ロシアのスホイ57が搭載している水力変更ノズルと同等以上の変更性能ということになります。ちなみに、ピッチ方向というのは左右方向、両方向というのは上下方向となります。つまり、XVN3 は上下左右に角度が変えられるということなのでしょう。防衛装備庁の担当者によると、来年には XF9 に水力変更ノズル XVN3 を統合。テスト予定と述べているようです。その他にも、動画には自立型 UUV や、US2 飛行艇、栄光式アレーソナー用光ファイバーズ並木、水陸両用車など様々な防衛用具、武器が紹介されています。この UUV、ウンマンネット、アンダーシー、ビアクルは、1980年代頃に出現した言葉で、日本語に訳すと、無人水中高層体ということですが、水中の情報、敵の潜水艦などを取得するために使用されるそうです。最近、アメリカ海兵隊は、日本も使用している水陸両用車 AAV7 の後継として、BAE とイベーコが開発した水陸両用車 ACV1.1 の採用を決定、初回発注分として30両を契約したそうです。軍事関係で、よく名前が登場する BAE はイギリスの企業です。イベーコはイタリアの企業です。アメリカが ACV1.1 の採用を決めたことで、陸自の水陸機動弾用として三菱重工業が開発している水陸両用車が微妙な立場になってきたといいます。今までの日本政府なら、せっかく国内で開発したものがあっても、アメリカのご利用しに屈服して購入するというパターンでしたからね。それがどんなに高額であっても、水陸両用車の使用が想定されるのは、まず戦場ですね。災害派遣ということも最近は多くなってきましたが、どうしても無視できない日本独自の要求があれば、高額になっても独自で開発すれば良いと思いますが、アメリカ海兵隊が採用を決定した ACV1.1 の性能が、日本のリクエストを十分満たすというのなら、国産化にこだわる必要はなく、ACV1.1 を導入すればいいのではという意見があるようです。日本が取り組むべき防衛装備品は課題は山積しているので、タイパを考えて素早い判断をするべきではないかというわけでしょう。でも、重要な部分がブラックボックス化されていて、修理も回収も自由にできないという嫌な歴史がありましたよね。高い税金を費やしたのに、客の要求に応えようとしないアメリカに憤慨した人も多いはずですが、それを忘れたんでしょうか？ここで、ネット上の意見を紹介してみます。熱心に調べている方が多いようで、意見も熱を帯びています。F3、仮も、このノズル式変更ノズルを使うのなら、ステルス性はどうなるか、簡単に察しできるね。いずれはパドル式になるんじゃないか。今後、採用されるかもしれない J20 戦闘機に煽られる程度のお粗末な機体になっちゃうのでは？ X31 みたいなパドル式ノズルの実験してたと思ったら、今度はロシア式のベクターノズルときた。航空祭でクルビットブチをやってくれる空磁機に期待しよう。第5世代以降の戦闘機でパドル式リズムって、結局 F22 以外には採用されない感が強いな。機体後方のステルスは少なくてもいいと割り切って、機動性を優先する流れなのかな？いいこと言ってるけど、日本は航空宇宙産業では後進国なんだよ。自分の身の丈に合った仕事をしてくれよ。日本でステルス機を開発するなんて、税金の無駄遣い以外の何でもないでしょ。日本と同じく、背伸びして身の丈に合わないステルス機開発に励んでるトルコやインドネシアを笑ってる場合じゃない。まして中国、韓国に追いつこうとか、夢見るのもいい加減にしてほしいよね。税金ガンガン使ってるんだし、かなり厳しいコメントもありますね。でも、こういった意見が戦わせられるのはいいことですよね。血税を払っている国民に何も知らされず、勝手に使われて事後報告されるより、こういうことに使いますよというのがわかるわけですから。まあ、使う前の丁寧な説明は、もっと欲しいところですよね。